メッセージをお送りいたします。ショートメッセージ用の URL から A 部のウェブサイトへアクセスしてください。来ちゃってご利用ありがとうございました。はい、サイト行けた。いや見といて。ちょうど詰まってるようなところで聞いてくるから。U ターンしてあそこの左のとこ行く。1の19のめっちゃ行こうのマンション。ふざけてんじゃねえ。あ、住所言わないで。言わねえよ。そんなマンションは来ねえよ。いや、来たらウェルカムしてあげるよ。おいで。なんもねえけど。結構皆さん見てらっしゃるから、ありがたいです。ただ、面白いさとかそういうのは追求しないで。興味ないのか、もう覚えない種類だから登録してたっけ、こっちに。いやいや、冗談だけど。してなかったらいつもさ、電話かけていいって言った時にさ、かけらんなったら、これ。だって残ってるから、履歴が。そうや。ご連絡希望日だって。はい、明日でいいよ。今日でもいいし。今日明日。明日にしとけよ。今日でいいよ。ああ、今日やる。なんで明日にしとけばいいじゃん。今日ごちゃごちゃしてるから無理だ。いや、もう今日やった方がいいよ、さすが。明日なんてもうさらに俺、外出てるし。なんで9時から12時の間でいいじゃん、明日。外出てるって言ってんじゃん、その時も遊びに行ってるって言ってんじゃん。人の話聞いてないの、ね、知らねえよ、そう。今日でいい。自分が悪いんじゃん。意味わかんない、今日。さっさとやるの。だから。うん、
今日だと分かんない、指定できないから、だってあと電波入んないとか来たらどうしようもできないでしょ、さっさと、さて、おめえのアドレスなんか分かんねえな、知らねえ、ちょっと進んじゃった。それでさ、一回登録してさ、折り返し電話来てそこで解約でしょ、めんどくせえ。あれは GTR だ。どれ？あ、違う、もうこう遠くの道路、あ、ちょうどそこの壁で見える。なんか送信できないんだけど、なんかしてる、押せないんだよ。本日中はどうなの、あれ今日3日じゃないんだっけ。今日3日だよ。なんでダメなの。今日だね。明日でしょ。いや違う、ご連絡先、契約者との間は同意事項が未遂とか、どういうこと。あ、そういうこと。なんだよ、分かりづらいよ、この項目超分かりづらい。ご連絡先本人に項目してんだから本人でよくね、うん、契約者本人からの申し込みってさらにそれチェックしろって意味わかんなくない。バカなの自分って。早く解約させる。早く解約させる。これもう解約したいです、早く解約させてください。フリーコール0120から始まる番号、もしくは携帯電話よりお電話します。だって、見るだけだな。もう想像でいい、想像で。あんなのあったなぁ、それが一番安いじゃん。あ、こんなのあったなぁ。どこって何今のこと、橋の、あ、そう、ぶつけられたのかと思った。なわけあるかい。セガサターンのボクサーパンツだよ。ごっつんってやりやがった。じゃあポプちゃんくん、あんたがそれで手出すから、お尻お尻、ワンワンワン、僕のお尻はもう万能薬です。かわんかんね、あんたがワンワンワン、ストレスにしかないね。
ないこともあるから、わかんない。だって自分が契約した人間じゃないのにわかんねえよ、なんか言われ聞かれたってこっちを、うん、この子結構それ、うん、どんな話で進んでるかも何も聞いてないし、わかんないし、うん、教えてくんない状態で立ち会うだけいてって言われたって、わかんない、聞かれても、うん、次から金払ってでも自分でやって、うん、なんかだけどお前が勝手にやったやつだから自分で責任持ってる。